平成25年3月1日、本日は我々の測定の仕方が素人だと揶揄する者が、いるので、この素人に日立市が貸し出しをしている空間線量計と、先日測定に使用したエステの空間線量計、この2つを使用して測定をし、この2つの測定結果を見ていきたいと思います。現在我々がいるところは、先日測定した池がある公園です。池がある公園のところに来ています。こちらがですね、日立市で貸し出している空間線量計です。それでは先日と同じポイント、もしくはそのあたりの線量を測ってみたいと思います。それでは見てみましょう。それでは先日と同じ場所に来てみました。本日はニュースでも春一番が吹くんじゃないかと言われてるせいか、若干風が強いです。今マイクの方にウィンドシールドをつけて上着の中に隠してるんで、そんなに風切り音は入らないからちょっとわからないと思うんですけども、かなり強い風が吹いています。そのせいか、若干線量も高めに出るんじゃないかと思います。それでは見てみたいと思います。それでは堀場の線量計をちょっと見てみます。地上高約1メートルのところで測定しました。現在堀場の空間線量計では 2.033 マイクロシーベルトあります。今ちょっと上がりました。約2マイクロシーベルト空間線量あります。風が強いせいか、やはり、高めの、数字が測定されています。それでは ST のエアカウンターで測定した数字です。現在 0.67、現在 0.67、 堀場の方は 1.9、 2マイクロ切りましたね。 1.9 マイクロシーベルトあります。やはり ST のエアカウンターは安価な、簡易的な測定器であるため、市が貸し出ししている精度の高い線量計に比べれば若干低めに、測定値が、計測されます。エステの方も1マイクロまで行きましたね。続いて公園です。前回と同じ場所に立っています。若干のズレはありますが、ほぼ変わりません。それでは見てみましょう。堀場の空間線量で、この公園を測っています。現在 1.9 1.967、ちょっと風の強弱で変わります。今ちょっと風が吹いてきました。2マイクロシーベルトまで上がりました。現在 2.1、 約2マイクロシーベルトあります。続いて ST のエアカウンターです。現在 1.34、1.34 マイクロシーベルトあります。こちらも先ほどと比べて若干低めだと思います。続いて、先ほどは東金沢町5丁目でした。そこからちょっと離れて日立市東金沢町4丁目の、これは何て言うんでしょう、金沢弁天公園というところに来ています。ではこちらの金沢弁天公園も線量が高い公園というところでは流し出ています。では早速、見てみたいと思います。それでは公園の内部まで来てみました。では早速、測定中なので
その数字測定値を見てみたいと思います。金沢弁天公園の空間線量は現在 1.097 マイクロシーベルトあります。今若干風が吹いてきたせいか 1.1 まで上がりましたが、約1マイクロシーベルトと言えるでしょう。それではST の空間線量計を見てみます。ST の線量計では 0.43 マイクロシーベルトあります。やはりST で測ると若干低くなりますね。まあこれはかなり半分以下ぐらいまで低く、測定されています。この金沢弁天公園のすぐ隣には保育園があります。故に子どもたちがいます。金沢弁天公園の中にはご覧のように池があります。池の中では鯉が生活し、野生のカモのようなものもいます。この池の周りの空間線量も、測ってみたいと思います。それでは測っているので見てみましょう。池の前にある遊歩道で、測定しています。地上高約1メーターぐらいのところなんですが、現在の空間線量は 0.736 マイクロシーベルトあります。公園の中心部よりも若干線量は低いです。続いて日立市立花山小学校の前に来ています。ご覧のように子どもたちが体育の授業をしています。それではこの花山小学校の、目の前では空間線量が どのぐらいあるのか、測定してみたいと思います。それでは小学校前の空間線量を測ってみます。見てみましょう。小学校前の空間線量は現在 0.234 マイクロシーベルトあります。今まで測定してきたところに比べれば、このぐらいの線量は低いというような感覚になりますが、決してこれが、安全な線量だとは言えないと思います。次にST のエアカウンター、空間線量計で見ています。ST の方では0.20マイクロシーベルトあります。続いて日立市東町4丁目浜の宮公園というところに来ています。この公園は、公園と呼ぶにはちょっと小さすぎる公園なんですが、この公園のいいところはご覧のように、太平洋を一望できるというところです。こちらの公園も放射線量が高いという話をよく聞きます。それでは早速、どのぐらいの線量があるのか、測定してみたいと思います。それでは測定中なので早速見てみたいと思います。では見てみましょう。浜の宮公園の現在の空間放射線量は 0.486 あります。ちなみに地上高1メーターぐらいの高さです。次に ST の線量計で測っています。ST の線量計では 0.43 マイクロシーベルトあります。続いて日立市消防本部の前に来ています。先日読売新聞の茨城版に、茨城県内の放射線量のデータが掲載されていました。そこで日立市の放射線量のデータは、この消防本部に設置されているモニタリングポストの測定値が掲載されていました。去年の12月頃にも一度このモニタリングポストのデータを撮影しています。それは同じく、昨年の10月頃福島県の地元新聞紙で、このモニタリングポストのデータは故意に低く設定されているという記事があったからです。それでは本日も、このモニタリングポストの測定値と、
日立市から貸し出されている線量計の数字を比較してみたいと思います。今モニタリングポストの測定値を見ています。ちょっと見にくいかなと思うんですけども、こちらから肉眼で目視する限りでは 0.054 マイクロシーベルト、 0.054 マイクロシーベルトあります。それでは堀場の線量計ではどのぐらいの測定値が出るのか、見てみたいと思います。日立消防本部の、モニタリングポスト前で、今堀場の線量計を使って測定をしています。堀場の線量計では現在 0.164 マイクロシーベルトあります。今ちょっと、下がって 0.160、約 0.16 マイクロシーベルトあります。モニタリングポストの方は、ちょっと見にくいんですけども 0.054 マイクロシーベルトです。福島で発行されていた地元新聞紙の方で、報道された通り、モニタリングポストのデータと、堀場の線量計のデータではこれぐらいの乖離がありました。